第10章大阪夏の陣真田幸村ライバルとの再会。それは七へと赴く幸村にとって得がたき花向けとなった。今や大阪城の落城、そして豊臣家の滅亡を受けて、ここに戦国の世の終焉はすでに決したと言える。しかし数多の戦野を駆け抜け、戦国に生きた人々の思いを背負った幸村には、いまだ果たすべき使命があった。大阪城を見据える幸村は、その熱き魂をさらに大きく燃えたぎらせ、一階の炎となってただひたすらに駆ける。その先には新たな世を担うべき徳川家康、そしてかつてたもとを分かった最愛の兄信行が再会の時を待っているのであった。第10章第10章戦国の世に生きた者の二つの熱き声、我が心、その全てをこの六文銭に託さん。ようやく追いつきましてござる、兄上。真田幸村、追ってまいる。まだ戦いは続くのだな。城はすでに落ちたからな。俺は来るべき時を待つにふさわしい頂きで、それを迎えようと思う。信彦、待っていたのだ。かの日からこの時を。鼓動が高鳴る。地を蹴るたびに命が震える。二層を振るう手が燃えるように熱い。見えず我が道の先で待つ懐かしき背中が聞こえる。終わりゆく時代の声、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。信長様のために働き、この日の本を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるだろう、この私が家臣団随一の解決であると。その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋であれ。天獣を撃てんが異例が独する神羅万象、ことごとく世の前にひれ伏すがことありぞ。俺が本能に従って生き、そして死ぬ。人であるために
私はそれをなしましょう。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしゃ何が何でも細く長く生きてやるぞい。この北条家は不滅じゃ。どこだ、ここはどこだ。俺様は誰だ。誰かいないのか。一人はいるんだ。道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ夢を叶えよう。秀吉様、未来永劫あなた様の左腕となる許可を。明日を守らんとする心よ、永遠まで。雪村はぎっておるよ、邪魔。この雪村、したたかに振るっておりますれば。うん、わしの心を主の風林火山と共にある。何者をも恐れず突き進め。心得ましてござる。見ていてくだされ、親方様。まあ小せがれ殿はいつにも増してでかい声だね。お親父様、重そうだな小せがれ殿。こりゃまた随分と拾い集めたもんだ。親父様もご存知の通り、それがし馬鹿正直者ゆえ片っ端から拾ってまいった次第。そいつはまったくご苦労なこった。本当によくやったね。さあ、あと一息だ。頼んだよ、雪村。お任せくだされ、親父様。ったく、真面目すぎるっての、うちの大将は。ちっとは気を抜かないと潰れちまうぜ。おお、サスケ、お前もいてくれたんだな。何その意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将についていくってさ。ま、とっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様面白いとこ連れてってやるけど。ああ、それもいいな。楽しみにしているぞサスケ、我が友よ。あなたが魂心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け伝えるは、この雪村が皆と交わした最後の約束。そしてそれが我が兄との約束でもある。
今少しお待ちくだされ、兄上。見違えたぞ、サナダ。わしにはわかる。お前はとてつもなく重い何かを背負ってここまで来たのだな。お前の重荷をわしに背負わせてくれ。徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならぬ。出なければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き冥土へ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて。伝える？お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強きを信じる、その心を。人の強きだと？お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、サナダ。人は弱く、儚く、脆い。確かにお前や信行、信玄公、信長公、秀吉殿、信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうとも真田、人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。古きものを切り捨てることが弱さの証と申すなら、拾い上げる強さを持てばよい。それができると信じる。そんな強き心を持てばよい。人が弱いと、己が弱いと知るものなればこそ、誠の強さを求めることもできるはず。人の強さを信じる心はきっと貴殿に新しき時代に新たな絆をもたらす。それがしはそう信じているのでござる。天下人徳川家康と誠の強さを信じているのでござる。さあだ、お前は我が心の師、信玄公の教えをわしに届けてくれたのか。ありがとう。Thank you.
前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。信行は天守閣にいる。約束。何よりも強い絆か。親父殿の言う通りだったな。お前は俺に追いついた。お待たせいたした、兄上。ああ、ずいぶんと待った。親父殿がお前を待てと言った。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。せぬ、追うな。兄上は先頭を行く者だと。前へと進み、道なきを切り開き、大地を組み締め、皆が通ることのできる新しき道を作るものだと親父様は申された。兄上、あなたは誰とも道を違えてなどいなかった。ましてや進む道を誤ってなどいなかった。ただ見るべきものを見ていなかった。それは兄上の前ではなく後ろにあったのです。振り向けばそこに見るべきものがあった。あなたの背中を目印に歩く人々の姿が、あなたの作った道を歩く人々の顔がそこにある。あなたが見るべきは誰の背中でもない、後に続く者たちの。この信行、真田誠の物の不なり。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。戦には何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄殿も親父殿もそれに敗れた。死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も
見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。そうだ、俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったもの、人、景色を、そして心を。今の兄上にならば託せまする。それがしがみちみち拾い集めてまいったあまたの心、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。死せる者、消えゆく者、弱き者、小さき者、生ける者が忘れ去らなければ彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、先へと連れて行ける。その足が踏みしめる道こそ誠なる真田の道。彼らの声は新しき時代にこそ必要でござる。戦国の世を二度と繰り返さぬために。雪村、お受け取りいただけまするか兄上。ああ、親方様直伝ゆえ、ちと手荒くなりますぞ。この信行、受けて立とう。力ばっごめん。いやああ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 あ雪村、受け取りくだされ。お前の抱えているものの重さか。この六文銭は真田を継ぐ者が持つべきもの。それがしにはいささか重すぎましてござりますれば。さーて、これでようやく肩の荷が下り申した。どこへ行く雪村。それがし、ただの雪村に戻りましてござる。なればこの戦国にただ一人の武人として戦ってみとうござる。待て雪村、俺は重さを、痛みを知った。今の俺とならば共に歩めるはずだ。兄上が共に歩むはそれがしではなく徳川殿にござる。寝そべりゃ誰の目にも映るもんがある。親父様の最後のお言葉にござる。さらばでござる兄上。雪村、100年にわたって続いた戦国乱世、その一つの時代が一人の男の戦いの中で幕を閉じようとしている。壮絶に燃えたぎる赤い炎のごとく、熱く強く、まっすぐに天へ向かって立ち上る。それが幾百年の後も人々の魂に刻まれ続ける真田源次郎幸村の
生き様である。真田、日本一の強者なり。
第10章。ベンマルがその初陣を飾り、ボンテンマルとの運命的な出会いをなすそのわずか数刻前、真田領では父正幸との変わらぬひとときが流れていた。これよりこの正幸得意の奇術をまご覧に入れそうろう。まずはこの何の変哲もない烏帽子にご注目あれ。はい。とそれ、うわあ、鳥がこんなにたくさん。父上様、その烏帽子の中は一体どうなっているのですか。ふんふんふん、彼も仕掛けもござってそうろう。父の烏帽子は烏帽子ねんってよ。あの程度で驚いてちゃいけねえよ、小せがれ殿。この烏帽子からはもっとすごいものが出せる。見たいか。見たい。見とうございます、父上様。そうか、見たいか。はい。といったところで本日はお開き。作詞が手の内を全部明かしちゃあっという間に店じまいさ。なに、今にきっと見せてやろう。小せがれ殿が一発のもののふになったら。うん、わかりました。届け、日の本一の強者になるんだ。今だ。そこ、よそ飛び、レッカー。
小せがれ殿は本当にあの話がお気に入りだね。さてさて、なあ、良い気構えにもなるか。よし来た。思い立ったが吉日。早速この安金が一石ぶって差し上げましょう。やったー。あれはまだ信行が源三郎だった頃。年は12、今の小せがれ殿と同じ年のことさ。せがれ殿は初めての実戦にも臆さずひるまず、迫り来る敵をバッタバッタとなぎ倒し、勇猛を果敢に戦った。これぞ獅子奮陣、疾風怒涛の大進撃。しかし敵さんもやられてるばかりじゃなかった。徐々に数を集め、とえ旗絵にせがれ殿を取り囲む。さしものせがれ殿も四方八方から一斉に襲われちゃただじゃすまねえ。危うし源三郎、主は絶体絶命。とその時、ズダーン、血を揺るがしせがれ殿がひとっ飛び、敵の頭上をひとまたぎ。まさに放たれた獅子。囲みを抜けたせがれ殿は淡く敵をちぎっては投げちぎっては撫で、見事窮地を脱し生きて帰ってきましたとさ。これにておしまい。今だ！なんと！
一度強者になるんだ。ボンボン、こうしてやるし、グレッグ、次グレッグ、えいグレッグ、そこだ、ボンボン、そこだ、グレッグ、だ、ロックソードビーコン、どうだ、こうしてやるし、僕の耳鳴る、天に轟け、日の本一の強者になるんだ。ベンマルがそのこれよりこの正幸得意の奇術をまご覧に入れそうろう。まずはこの何の変哲もないエボシにご注目あれ。はい。と、それ。うわあ、鳥がこんなにたくさん。父上様、そのエボシの中は一体どうなっているのですか。ふんふん、も仕掛けもござってそうろ。父の烏帽子は烏帽子ねんつって、あの程度で驚いてちゃいけねえよ、小せがれ殿。この烏帽子からはもっとすごいものが出せる。見たいか。見たい、見とうござります、父上様。そうか、見たいか。はい、といったところで本日はお開き。作詞が手の内を全部明かしちゃあっという間に見せじまいさ。なに、今にきっと見せてやろう。小せがれ殿が一発のもののふになったらね。わかりました。
せがれ殿は本当にあの話がお気に入りだね。さてさて、な、良い気構えにもなるか。よし来た、思い立ったが吉日、早速この安枯れが一石ぶって差し上げましょう。 やったあれはまだ信行が源三郎だった頃、年は12、今の小せがれ殿と同じ年のことさ。せがれ殿は初めての実戦にも臆さずひるまず、迫り来る敵をバッタバッタとなぎ倒し、勇猛果敢に戦った。これぞ獅子奮陣、疾風怒涛の大進撃。しかし敵さんもやられてるばかりじゃなかった。徐々に数を集め、とえ旗絵にせがれ殿を取り囲む。さしものせがれ殿も四方八方から一斉に襲われちゃただじゃすまねえ。危うし源三郎、主は絶体絶命。とその時、ズダー、血を揺るがしせがれ殿がひとっ飛び、敵の頭上をひとまたぎ。まさに放たれた獅子、囲みを抜けたせがれ殿は慌く敵をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、見事窮地を脱し生きて帰ってきましたとさ。これにておしまい。
せがれ殿は、おせがれ殿の道を行けばいい。僕の道？そうさ、せがれ殿の道、おせがれ殿の道、この父の道、それぞれの道がより集まって日本の開拳地になる。それがきっと真田の誠の道なのさ。おせがれ殿にはまだ難しかったかね。よくわかりません。ですが必ずやこの弁丸の道なるものを見つけとうござりまする。その道を進めばいつの日かきっと父上様や兄上に追いつけるのでございましょう。弁丸はお二人といつまでもどこまでも歩いて行きとうござりまする。強者になるんだ。
け。日の本一の強者になるんだ。ベンマルが